最強タッグ決定戦、準々決勝第1試合です。レディーアクションよっ。さあ、 A ブロック代表を決めた戦いということですかね、これは。そうですね、はい、A ブロック代表を決める戦いとなっております。 1P 側キツネテ、先方出てくるのは量産のライチ、 2P 側がファイナルファンタジー絆チーム、出てくるのは魔法ナイン。さあ、魔法さんのナインはというか、このファイナルファンタジーチームはですね、多分とても後悔していると思います。なぜなら名前を普段のネームにしなかったという。そうですね、呼んでもらえなかったみたいな、まさか読み上げられると思っていなかったんじゃないでしょうか。さあ、では第1ラウンド見ていきましょう。まずは空対空でお互い触り合いが始まっている。棒を飛ばしてナインの動きを抑制していく。第1側激動の棒がナインにヒットする。空対空は立ちガード、下段で崩すが、ここはバスト。さあ、クリムゾンレイダー画面端へ、ツバメ返しは届かない。拾い直して凍らせて置き攻め、上からかぶせてくんざいと下段で崩した。画面端コンボが続いている。レイダー高め当てから拾い直し、下段が再び刺さって、1ラウンド目取るのは魔法さんのライン。下段というか、ずっとジャンプ以降に下がってるってことで。そうね、ジャンプ以降に下がってる可能性もあるし、はい、もちろんクンサイトだったり、はい、まあ、あるいはああいうミスのところでやっぱちょっと動くのしたところに下段が当たるというのが結構あるところですね、はい。まあ、ここはまずは距離を置いたところにナインの攻撃が刺さる。第1側は一旦距離を置き、やはり棒を飛ばしてまずは先手を取っていきたい。オーバードライブ発動、棒飛ばしがヒットして相手を浮かせて、前の中画面端に詰めていく。下段の後に中段、これは非常に見切りづらい連携。前し棒飛ばし、ダウンを奪っていきたい。つまみ返しに締めて棒飛ばしを決め、ここでカウンターサルト、棒を落としてしまう。ここは回収しようとしたところにラインの飛びが通ってしまう。上棒飛ばして、クンサイト、手で拾って凍らせて、再びクンサイト。さあ、かなり高い魔法力の使い手だったか。先方先制したのは魔法さんのナイン。そうですね、お互い全バージョンではレリウス使いの2人でしたね。レリウス同士だったんですが、制したのは魔法さんのナインだったということで。さあ、先方先制したファイナルファンタジー絆側対するキツネ帝チームは、キツネさんの荒くね、ここで踏みとどまっていけるかどうか。そんな見やすいリストがあるんですよ。何が？いや、そのあ、これですね。はい、はい、ですね、見やすいですよね。はい、あ、荒くねとないんですか。ね、荒くね対ナイン、大将の荒くね、どこまで踏みとどまっていけるでしょうか。再びベリーナイスコンボが見れるのか。見たいですね。見ていきたいところでございます。さあ、ドクドクシーからの荒くねが登場。まずは後ろに下がる荒くねを捕まえたナイン、地上に引きずり下ろして置き攻めに、クンサイトの終わり際がヒットしているが、ここはコンボが繋がらない。クリムゾンレイダーが引っかかって再び崩して、まずは霧を掘りするが、これは再びクンサイト、これは一気に体力持ってって P でフィニッシュ。さあ、続く2ラウンド目。さあ、魔法さんのライン非常に乗ってる。ベリーナイスコンボを見せられることができるか、このアタクネ。まずはレイダーでダウン奪ってくるぜと空振り、サイドに触ってここはバーストを合わせて対空タッチヒット。タッチが当たるとこれは結構厳しいですからね。これでしゃがみ D でラクインがほぼほぼつきそうな感じになってきた。ラクインをつけてばわかるが、対空のタイミングをずらして、クンザイと拾って凍らせ、
小木攻め、タイミングをずらして相手のチームが回避する。さあ、でこれが刺さる。この場合はバースト届く距離、虫の息だが、これはまだ楽園がつけば、そうですね、何が起こるか分かんないですね。おっ、ここでカウンターサルト。さあ、嫌らしい迷い見せて、クルサイトは無事に逃げてしのぐ。最後はクルサイト。今のはどっちなんすかね、前なのか。厳しいタフですね。集団だけではなくて、前と後ろ前後のガードすら惑わすこのクンサイトによって、一気に持っていった魔法さんの9の勝利。9が2立てとクンサイトでしたね。クンサイトでしたね。そうでしたね。というわけで勝ったのがファイナルファンタジー絆チーム、おめでとうございます、はい、ファイナルファンタジー絆チームが A ブロック代表を決めて、ベスト4にですね、はい、駒を進めました。では、続いて B ブロックの代表を決める試合、はい、こちらの準備の方に移っていただきましょう。はい、三尾行きチーム対新宿スポーツランド本館チームですね。荒久根雷一と誠ナインとですね、うんうんうん、先ほどの試合では、ま、中尾さんのナインが一気に2立てをして持っていった、はい、新宿スポーツランド本館チーム、対する三尾行きチームも友幸さんの荒久根は大将に据えてここまで安定して勝利してきたところではありますが、果たしてここ先方大将の選択どうなるんでしょうか。あ、そうですね、どうしていくのか。今日は予選からナインがすごい暴れてますよね。お気づきになりましたか。あ、後ろで、はい、ナインとカルルかなと。あ、カルルもそうですね、確かに、はい、荒くでもいっぱい、なんかそのいいところ見れる戦いはあったんですけれども、うんうんうん、まあ、先ほどの戦いではそれナインが圧力が見事にということでございます。では B ブロック準備が整いました、はい、ね、では続いて準々決勝第2試合です。レディーアクション。先方出てきたのは三尾さんのライチ、対するは中尾さんのナインですね。先ほどナインが上がって、はい、あ、本当だ、そうですね、ナインが上がって、先ほど25段だったんですがナイン上がって早期筆頭になられたこの中尾さんが、このまま早期筆頭から英雄も食っていくのか。なるほど、ナイン・ザ・ファントム。さあ、まずはデュエルフィールドステージを選択して、第1対9、くしくも先ほどの先方戦と同じカードとなりましたが、結果はどうなっていくんでしょうか。開幕後ろに下がるライチ、連チャンで棒を設置。先ほどの量産のライチとはまた再び動きが変わるとは思いますが、果たしてどうなるんでしょうか。さあ、お互いオーバードライブ状態、エクシーズアクセルは空振り、連チャンで棒を設置して後ろから棒をヒットさせるが、ここはクンサイトが通り、位置を入れ替えつつ画面端を攻め立てる。 AB プレッシャーは空振り、棒を飛ばしてターンを握っていく、連チャン棒飛ばし。さあ、量産のライチとはまたちょっと違う立ち回りが見られている感じがしますが、さあどうなるんでしょうか。この試合空中コンボを持っていってクリムゾンレイダーでダウンを奪う。カウンターアサルトをクンサイトに合わせて出すことによってクンサイトを消費させる。うまく使わせて、ここで一つ相手の怖い技を潰していった形になりますね。ああ、この上に対しての前シーが非常に強力。1ラウンド目取るのは中尾さんのライン。中尾さんのライン乗ってますね。乗ってますね、かなり乗ってますね。あの中距離から飛んでくる前シーが非常に強いですね、はい、あそこから当たってしまうと3点取って持ち目つくんでかなり怖いですね。前シーによるよく知らさんに聞いているが、ここはうまく裏回りができなかった形でしょうか。空中投げ拾って、これはクンサイトを通った状態、しっかり相手の補正ギリギリの攻めはガードして、しかし設置して低空出すか攻め立てる。カウンターサルトを使って切り返す、棒がヒットして180ラピッドキャンセルからコンボを継続する。連チャンで設置して8から前シーダウン奪って置き攻め、中段で崩してここはバスト。
豪雪地レンチャンに対してネイビーフレッシャーがカウンターヒット。しかし距離が遠いので追撃は来ないが、ここは前が届かない。前だったか、後ろ B からツバメ返し。まだやる。2ラウンド目ミオさんのライチ取り返す。さあこれは相手の前 C を避けて、さらに相手の空中一部を見越して空中投げ。最初の初手握っているのはライチ。棒を飛ばしてガードを固めたところを投げて、アック8瞬から前 C、 棒飛ばしがヒットして後ろ B からのツバメ返し。中段通って後ろ B キッズ A、前にツバメ返し。ここでナイン側バーストが下がる。オーバードライブ発動。これでバーストもできない状態で崩したので一気に持ってった。ラオチン、ミオさん一気に持ってきましたね。そうですね、はい、やっぱりあそこの前からのオーバードライブ発動っていうのはなかなか、そうですね、単発であそこで一発目でバースト切らないと、はい、当たってた場合確定、そうですね、あのラウンド取られるのが確定しちゃうんで、はい、かなり強いタグですね、はい、さあここで大将出てくるは松本さんの誠。さあ画面が出るかな、大丈夫ですか、なんかカードが若干ネシカが反応しなかった。ああ大丈夫です。松本さんは配信映るのはほぼ初ですかね、はい、今日は、はい、今回のトーナメントでは配信台に映るのが初ですが、まあ、そのだいぶ段位下がってますね、はい、一時期英雄ぐらいまで行ってましたけど24段になっておりますが、さあ大将ミオライチに対する、あ、先方ミオライチに対する 2P 側大将松本さんの誠。リーチで勝るライチに対して誠がどうやって攻めを展開していくのか。制空学習で触って、ここはバスト、ジャンプ C が当たって誠が攻めてくる。オーバードライブ発動、カード固めて空振りに対してしゃがみ B がヒットして、タッチ C で拾い直して画面端のコンボへ置き攻め、中段が通る。コメラとカッパの置き攻めは非常に強いですね、はい、まあ、ちょっと所有権を様子見てから技を出せるので、さあここは画面端を逃さないようにうまく相手の攻撃をさばいていく。一気に持っていって1ラウンド目取るのは松本さんの誠。接近戦ではやはり誠が2部があるといったところでしょうか。コメントキャノン飛ばして、さあここはカウンターヒットしている。ここはオーバータイム発動、コロナアッパー、エキラ君がヒットして2100点。これカウンターヒット飛ばして、おー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 。さあ何かの読み合いが行われていた。中段で崩して、さあこれは相手の動揺を誘ったかのような、この中段から一気に流れを持っていってるミオライチ。ボクシブソンによる6手目中段ガード、下段に対してカウンターサルトで相手の攻めをしのぎ切って、コロナアッパーダウンを奪って落ちてないのか。危ないですよ、はい、これはこれ返すオーバードライブ避けている。ゲージはバーストに使う。ラピッドキャンセルから攻めを継続、タッチガード不能の必殺技によって一気に持ってった。素晴らしいですね。シリウスジョルドが立っていると当たってしまうという、う、ね、やはりこうタイム若干遅いのでどうしても立っちゃうというか。そうなんですよね、はい、誠の中段攻撃前ビート若干モーションが似てるのが非常に厄介ですね、はい、ちょっとまあ、いわゆるファジーガード相手の、そうですね、下段の後にも当たってしまうんですね。遅れてくる中段に対してタッチガードを選択してしまうと、遅れてくるシリウスジョルトがタッチガードを当たってしまうという、さあその攻めを最後の最後で見せてきたというと、ね、あたりが肝ですね。最後の1回というのが、はい、すごいですね、ね、さあというわけでお互い対照戦にもつれ込みました。というわけで、みおゆきチーム対照出てくるのはともゆきさんの荒くねですね。
こはお互いおそらくですけど、あんまり対戦経験お二人あるんでしょうね、このお二人のチームは。どうなんですかね、まあ、地域が結構離れているんで、はい、普段対戦するってわけにはいかないと思うんですけども。あと松本さん相当荒くね苦手ですからね。あ、そうなんですね。あ、違うかもしれない。そんなことはないぞと。さあ、というわけで 1P 側がともゆきさんの荒くね、 2P 側が松本さんの誠。 92% ですか、すごいですね。勝率 92%、 確かに。さあ、今度は白いアラクネ対緑の誠。後ろに下がるアラクネに対して、まずは攻め立てるアラクネ誠だったんですが、ここはさばかれてしまう。バーストを使って切り返す。ゼロベクトルの上を飛び越えて固めせてる。おお、エクシーダックネに対してコロナアッパー。読み合いが行われて、しかしコンボがつながる画面端。バリアガードで攻めをしのぎたいが、崩して、これは出し上げなかったか。中段で崩して、ここは攻め継続。この非常に固めが強い。投げてタッチ CC からコメット。タッチ、ここで置き攻め、下段、すさまじい画面端の攻め。一瞬立ってからの下段っていうのが、もう下段がちょっと前 B に見えるんですよね。思わず立ってしまう。そうですね。さあ、ここは対空前がヒットして、コロナアッパーでナンを奪って押し攻め。中段が通ってバーストを使う。おー、ジャンプ DD からギリギリだが、なるほど、これ霧が当たってダークイン。ここからアラクネターンが始まるが、誠がうまく空中に逃げて敵の攻めをさばいている。ヒットしたもののラッキーゲージがなくなったので3000で済んだ形か。ここは逃げ出して上空霧が出ている。上には行きづらいが、ここはどうするか誠側。さあ、ここはかなり厄介な霧だったんだが、うまく崩して、これ分からなくなりましたね。松本さん OD があるんで、さあどうだ、どう、これはどうだ、ゲージをどう使うか。コロナ下がるし、一気にめっちゃ下がった。カウンターサードガード、さじ崩して最後はしゃがみ、押し切りましたね。松本さんの誠が勝利。というわけで、勝ったのは B ブロック代表はファジーで連ん違う、新宿スポーツランド本館チームです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、こうしたね。さあ、 A ブロック B ブロック代表が決まりましたね、これで。はい、はい、次はこの2チームが決勝に向けて、はい、戦っていただくわけですけれども、アクメンナインと誠ナイン。松本さんも誠すごい強いですね。うん。さあ、というさあ次は、はい、C ブロックの代表を決める戦いということで、サウスタウンチーム対ビッグザブドウチームですね。はい、では2チーム、これはもう今準備の方に取り掛かっております。ビッグネームが揃った試合ですよ。そうですね、はい、うんうん、はい、うん、はい、はい、今どちらが。さあ、というわけで、まずは先方、森さん、マイク持って喋ってくださいね。森さん、マイク、あどうもい一人ごとみたいになっちゃってたから完全に完全に普通に見てたから。はい、ま、ラグナって一キャラですか。もうそうのようですね。ラグナは、はい、ラグナはあと一人、ラグナ人が一人見てますね。レイチェルも残っております。そうなんです、レイチェル戦さっき見てました。あ、そうなんですね。ああやって見るとすごい強いキャラに見えるんだけど。いや、すごかったですよね。コンバージョンどうなんですかね。どうなんですか。強いですよ。鉄夫さんが使ってますから。そうですね、強いです。それそうですよ。プレイヤーの力というのもね、プレイヤーの力というのも当然ありますけれどもね。やっぱプレイヤー愛がね、すべてですから。自キャラを愛してるという、はい、言葉をいただいておりますから。いいチーム名だと思います。さあ、スタンバイの方はもう少しかかるようですが、
どちらが先に出るかどうか、まあそうですね、今ちょっとじっくり先方どっちが出すかみたいなのを作戦というかじっくり考えているのでしょう。キャラ隊もあるんですかね、やっぱり、うん、まあ、そうでしょうね、うん、相性というとかいろいろ考えたいこともあるでしょうし、ツーオンって最初に勝った方が有利なの、そういうわけでもなく有利不利、気持ちの方が、ね、まあ、気持ちがだいぶ楽にはなりますよね。有利ですか、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、わざわざこれから戦う男がわざわざ本当に、はい、準備が整ったようですので第3試合を、では続きまして、はい、準々決勝第3試合です。レディーアクション、おっ、さあ準々決勝で敗れたアンソンさんからの J アンソンさんからの激励が今届きました。これ先方ビッグサブドーチーム出てくるのはフェンリッツさんのジン、対する 2P 側先方出てくるのはドグラさんのアズライル。さあ天帝対英雄の試合、ドグラさんはここで金星を上げることができるのか、またまたフェンリッチさんがここは先方の仕事として勝利していくのか。注目の第1ラウンドを見ていきましょう。まずは開幕後ろに下がって様子見のアズライルに対して陣側がアクティブに攻めを展開していく。パンサーストライクが通って立ち見はバリアガード、このダメージの高さはかなり邪魔の売りですよね、はい、なんか当たったら4点くらい減りますよみたいな、はい、ここはエキシダクロを使ってまずはアクティブフローに突入しつつダメージを稼ぐ。立ち A 立ち B 立ち、しゃがみで固めて地方でパンタスライクが空振り、うまいバックラッシュジャンプ C が当たって、ここは立ち B がヒット、3段からキレスを上がって上に逃げて、おお冷静にしゃがみジャンプシャディが当たって、最後コブラ3段から前へ、今度は流れがバクって対して立ち火、おそらくリバーサル無敵技等々を読んだガードだったと思うんですが、結果として立ち火がヒットして1ラウンド目取るのはドグラさんのアズライル。さあ続く2ラウンド目、先手取って固めているのはフェンリッチさんの陣、何点しゃがみ B から拾い直してジャンプリーに石化陣で締めてガードを固めて、中段は立ちガード。さあここは画面端が抜け出したがジャンプした C を上からかぶせてくる、ここは強い B。 さあここは中段による攻めに対してパンサー、怖い、よく月明で一気にフィニッシュ。お互いバーストアイコンを残しつつの最終ラウンド、パターン IC がここはしっかり対抗されてしまって被弾戦戦勝座でダウンバールで、ここは前転が通って下段はガード、秘書剣絡みで回避して立ち B タッチ C から上からかぶせてくる。この攻めがさばいていきたいが、画面端ジャンプリー石化陣2連続から固めがテクラスが通るが、ここは立ち B 暴れが通って裏回りは上に逃げている。対空チャレンジがガード、下段で崩してバースト使わせて、立ち B タッチ C クッタフしゃがみは全てガードされて、ここは中段が通る、下段下段からタジビ、ここは3段からどこまで運んでいけるか、ラインを上げてダメ足半分以上まで押し込んでいく。カザエル、さあいい高さで前 C がヒット、これはタッチへの拾いによって画面端でダメージが伸びる。タッチで弱点つけて、これはワンチャンスあるか。最後はジャンプ D がカウンターヒット、オーバードライブタッチ被弾撃タッチ、かっこいい、おしゃれなフィニッシュ。勝ったのはフェンリッチさんの陣。
というわけで先鋒戦はフェンリッチさんの陣、ビッグザブドウチームが勝利しました。最後のジャンプ B がおそらくドグラさんも A か B かで対空をしたと思うんですけども、ね、はい、ちょっと判断が、はい、遅かった、強い技でしたね、はい、うん、さあしかしここで大将出てくるは南さんのイザナミ。ここの大将踏みとどまっていけるか、またまたフェンリッチさんが一気に持っていくのかといったところでございますが、さあ先方で出たドグラさんから相手の癖や先方等々意見を聞きつつですね、立ち回りを考えてきたところなんですが、先に勝った方が有利って言っていた言葉が気になりますよね。そうですね、これでまあサウスタウン側は不利になってしまったっ、不利になってしまったということになりますよね。実質、はい、まあまあまあそういうことですよね。そうですね。というわけで画面が切り替わって 1P 側がフェンリッチさんの陣、 2P 側が南さんのイザナミ。名前このために変えてきたんですか。裏で名前でさっき違った気がするんですけど。名前変わってますよ先生。仕込んできてますね。 しかも他社仕込んできてますね。やりますねこれは。けどこれ逆に負けられませんよね。この名を背負ってしまったならもう、そうですね、南さんはこれ絶対負けられませんよねこれ。いや、うん、制約ですよ、制約と制約、オーラが強くなるんで、いろんな意味で負けられない戦いに自分からしていく。 1P 側フェンリッチさんのジーン、 2P 側が南さんのイザナミ。開幕後ろに下がって様子を伺いつつ、飛翔剣はしゃがみ B で避ける。そうですね、ガードができないので避けるか避けるしかない、受けるしかないんですが、しゃがみ B で回避、中段に合わせてオーバードライブ発動。いやー、裏幅発動、かっこいいですね。この位置入れ替えコンボ、そして育種ダクセもしっかりつないで低空ダッシュで攻めてくる。冬でタイミング閉じ、中段崩して前し到来の方向、到来を2回決めて天外抜きでダウンを奪いつつ、これ雪風引っかかってしまった。ダメージを奪って画面端対空が都合よくめくり気味にヒットして、なんと位置を入れ替えつつコンボをつないでいるイザナミ。展開して無重の盾も展開する、おつめコマンド投げ、マリー到来勝ち、あ、エモト押してますよ。はい、エモト押します。さあ1ラウンド目取るのはイザナミ。2ラウンド目、まずはシャミーで触りにくいイザナミ。シャムシー、シャムシーをガードさせて空中に逃げる。マイビーがガードしてシャミーで相手の飛び込みを避けて、あ、これ人選をかなりやっているイメージがありますね。シャミ触ったのはイザナミ、一旦下がってリフトを飛ばしつつ立ち回りに戻して、これ証言がヒット。シャミリタチビジャンプシーからマイシー、マイリー固めて固めて、どう崩していくかこの牙城。さらに言うほどのラウンドで、はい、フェンリッチさんが欲しいをガードさせた後にこれですね、この前 A ですよね、はい、で一発目を対空取ってたんでちょっと上から攻めづらくなってたところを割り込まれた感じですね。おっと、ここはエクシラクスが何かにヒットしてしまった。ここでアクティブフロー中だったのでダメージが4000何発ダメージ出ている。ダメージでこれは中段クラッシュトリガー発動、冬コンボに持ってき 3C 遅めジャンプ C のコンボはミスってしまったが、かまわずダメージを取っている。無重の盾発動してかまわず攻め立てるイザナミ。ここでバリアゲージがないので無重の盾展開することができなくなってしまった。空中に逃げることにもリスクがあるが、ここは冬中の B 到来の方向を使ってうまく切り返していく。バリアガードが使いたいけど使えない、使うとステージでロシアガードが変わるが、バリアゲージ
置がほとんどない状態だが、ここはどうやって変わっていくのか。さあ右立ち火、さあ回収位置を飲んでいる気がする。最後触ったのは二斜め、斜め下しいハゼンの杭でフィニッシュ。最初は南さんのイザナミ、ここで踏みとどまる。まさかプレイヤーネーム遠坂凛ですね。別にあんたのこと応援してたわけじゃないんだからね。なんだこの大会。いや、なんだこれ。一回ぐらい言っても怒られないかなって。一回だった。一回だった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。取れたか OK でございます。さあ大将戦にも連れ込みました。ワンピーがビッグザブドーチーム岩志さんのラグナ、ツーピー側がサウスタウンチーム大将南さんのイザナミ。ケンシロウが出てきました。ケンシロウ対ケンシロウ対すごい対決です。ケンシロウ対遠坂凛というどういう絵面なんでしょうか。チャンスチャンス、勇気やるチャンス。何をやらない。あ、なので、ケンシロウとリンってそういうことね。あー、え、違うと思います。なるほど、あ、違う。たまたまね、たま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 ね、はい、ケンシロウとリンだからな。ケンシロウとリンだから、そこだけ取ると確かにあーってなりかねません。そのリンじゃないんです。リン違い、リン違い、リンじゃないんです。バットどこやってる。いや、ほんと今、マジバットどこだと思ってる。ジンと続いてラグナが出てくる。イザナミ、くしくもここで兄弟対決というか兄弟対イザナミが出てくるという、このカードが準決勝で出てきてしまった。準々決勝出てきた。さあここはまずは空中に逃げる相手を岩下さんのラグナが追い立てる形。無重の盾発動、相手の攻めを受け止めてから無重の棒を使ってコンボを伸ばしていく。到来の方当たらないが3000ダメージ持っていった。ヒットとかしてまずは画面足追い込んだのはラグナ。ここはガードはできないので受けるしかない。ブラッドサイズを食らって体力ほぼほぼほぼといったところでしょうか。後ろ陣で潜入して B 番到来の方を絡めてしまうが、ここは B 到来の方エルズファングに対してここは反撃したんですが、これバースト下がるイザナミを裏ぐな。ここでネガティブワーニングの文字、これ以上下がるとイザナミは危ないが、天外の火展開して無重の盾、空中投げ浮遊でキャンセルして A 到来から雫がヒット、展開がつながる。1ラウンド目取るのは南さんのイザナミ。2ラウンド目下がって八坂にのマガ様を飛ばす。空中の方がガードされるが、ここは八坂にのマガ様を飛ばしてフォロー。ビット展開をキープした状態で攻めを継続。下段中段の前 C が通って A とライタッチ C しゃがみ C、 展開の B プラス荒崎がヒット、無重の盾つけていく。さあこれは苛烈な攻めが続いている。中段下段と分かりづらい。ここで空中投げ、タッチ C ここに合わせてバースト、投げは抜けて浮遊で相手の攻めの狙いを散らしていく。まっすぐに降りると対抗されてしまう。テッドスパイク、中段ガード、ここは2段目に対してしゃがみ B、 折り際ジャンプ C がうまくつながって折り際ジャンプ C 前へ 3C 破線の杭足ります。というわけで最後コンボは息を飲んでしまいましたが、というわけで勝ったのはサウスタウンチーム、おめでとうございます。おめでとうございます。 C ブロック代表も決まりましたね。あ、いや、さすが遠坂凛の名を背負っただけのことありましたね今ね。そうですね、ま、負けるわけにはいきませんからね今。いやもうさりげなく野倉君が謝ってきました、はい。安心してください。コメントがもういつものあの言葉で全部埋まってるので、ほんまありがとうございます。ほんまありがとうございます。さあ、はい、いよいよですね、ベスト4をかけた最後の戦いとなります、はい、Dブロックですね。
お元気。じゃんけんの掛け声もここまで来るとだいぶ高まっておりますけれども、勝ちたいですからね、お互い。そうですね、まあ勝ちたいでしょう。ガムテープフレンズチーム対僕らはジキャラを愛してるチームですね。これどうなってしまうのか。まあ上田さん的にはやっぱレイチェルがいるんで、ね、そうですね、レイチェル頑張ってほしいです。はい、そう、はい、僕的にはあの番組の方でご一緒したガムテープフレンズが、はい、まあ気にはなりますけれども、うん、うん、あれのだってあの番組のせいで多分これになったんですよね。あの番組、はい、ある意味あの番組を背負って、はい、あの時僕もその場にいたんで。そうですね、いましたね、はい、森さんも小沢さんも来てくれて。何なんだこの状況と思いましたかね。ガムテープとガムテープで、はい、はい、いやでもあのカルル・レイチェル、伊佐さん、哲夫さんもうすごかったからな、本当どうなっちゃうのか。さあ現在作戦会議といいますかね。そうですね、今話し合っておりますので今しばらくお待ちください。はい、僕らはジキャラを愛してるチームさんはこれ丸がつくまでが、そうです、うん、チームは、はい、丸がつくまでが正式名称って正式名称なんですね。なるほど。さあこの4名もですね、はい、この4名はやはり関東勢ということで、そうですね、まあ、普段からの対戦経験も西の方のプレイヤー五郎さんと流星ですね、うん、立川のプレイヤーですね、はい、で伊佐さんと哲夫さんは新宿場面ですかね、うんうんうん、さあ、はい、準備の方が整ったということで、ね、はい、ベスト4最後の一戦をかけて戦っていただきましょう、うん、準々決勝第4試合です。レディーアクション。Please select your characterポの読み合いどういう感じだったんですかね。これの読みどうなんでしょうか。ほにゃららら、ひれぽらエリアル。ひれぽらエリアル。ほにゃららピレポラエリアル。ほにゃららピレポラエリアル。いや、ほにゃららピレポラエリアルだそうです。ほにゃららピレポラ、はい。このタイミングで言うのもあれなんですけど、選手名とカード登録名って結構違ったりするもんなんですかね。そうですね、うん、あの多いでは、はい、みんなあの好きな名前をつけていただくのが、まあまあ、あの、ね、D コードのプレイヤーネームでございますから、はい、エントリーネームはあの、はい、結構変えて、あでもエントリーネームも違う人もたまにいるな、たまにいるな、たまにいますけれども。とはいえワンピー側ゴロさんはまあそのままなんですけど、どうなんでしょうね、先方読み合いはこれはどうだったんでしょうかね。どうだったんでしょうかね。まあこの誠はコメットを置くことによって、はい、ゴロさん名誉魔人ですね。もうカルルのボランティアを消せるので、はい、1個その簡単に触れる技をちょっと抑制できるんですよね、うん、そういう強みはありますけども、その一木さんの番組で出演された際には結構カルル苦手ですねって話を、ああ結構姉を前に置かれる、ニルバーナ前に置かれると難しいですねっていうことは話していたんですが、あの時は確かゴロさんは流星さんのカルルには勝利していたような気がするんですが、あ流星さんじゃない、あ流星さんか、流星さんのカルルに勝利していたと思うんですが、さあこのリサさんのカルルに対してはどうなんでしょうか。さあ下段で崩れてしまって、これはクラッシュトリガーを絡めたコンボでダメージを稼ぎつつ大きい攻め。さあこのニルバーナの空中ガラフのしゃがみにが相手の行動を抑止してくる。これはガラシ抜け出したが、しっかり抜け出したところに対してもしっかりタッチキーを差し込んで1ラウンド目 P で取っていくのはイサさんのカルル。まずは距離を置いて様子見、ボランテ、コメット搭載してアレグレット対空しっかり上は見えている。コロナバレダウンを奪って、さあこれはオファー4には当てたっぽいですね。ミサさんのジャンプ B もバリガモレだと思うので、通ってバックステップ鏡 B がヒットして位置を入れ替えつつ画面端へ運ぶ。ここは流し抜け出してアレグレットで押してくる。さあステップキャンセルからのアレグレットが横押し非常に強力か。さあバイキッチが対空上は見えている。コロナファーダウン奪って
空対空を狙いつつ後ろに下がり、まずは落ち着き、相手の出方を伺う。このコメントを置いて相手のボランチをさばきつつ、これ一気に起こしてきた。先方先制していくのはイサさんのカルル。さあここ流星さんのカルルを引きずり出す。イサさんのカルル対流星カルルが続いてきますが、次はこれカルルカルルというそうですね、同キャラ戦になりますね。つまり勝つのはカルルですね、うん、つまり勝つのはカルルなんですが果たしてどちらのカルルが勝つのか、はい、そしてレイチェルは出てくるのか、来るのか、はい、レイチェルが出てくるんですかね、どうなんでしょうか。カルルカルル同キャラ、画面が4体いて大変なことになりそうですが、1P 側スワルが流星さんのカルル、 2P 側スワルがイサさんのカルルでございます。え、ごめん、東谷明がいや、東谷明さんが、流星さんです。流星さん、はい、2P 側がイサさんです。ホニャララピレポライリアルがイサさんです。はい、なるほど。さあ、カルルが勝つのか、はたまたカルルが勝つのか、はい、サオガガがここでレギュレーションを違反していくのか。ここまで来て、どういうことでしょう、ね、どういうことでしょう。今いやよくわかんない作戦会議ですかね。作戦会議で自分相手ということをまあターン取った順ですかね、はい、まあ、その順で取れば俺が先に勝つでしょみたいな。確かに自分相手、自分相手、最後自分が取れば勝てるという。あ、なるほど、はいはい。さあ果たしてその作戦がうまくいくんでしょうか。ポニャさんが伊佐さんですよね。え、どうですか。ポニャさんが伊佐さんです。ポニャララさんが伊佐さんです。さあまずは、なるほど、あとニルバーナの押し合いが始まり、さあこれは、あ、見てますね、どこれはちょっとくしくもあの色が似てる、色が結構似てるんですけど、色がすごく似てるんですけど、さあこのフォートがセンサーに当たると一気に、どっちのニルバーナだ、違う、イサさんのニルバーナだ、イサさんのニルバーナがダウンしてしまった、ね、さあここは空中コンボ締めて後ろからフォーバーに突っ込んでくる、なんだこの4対戦は。うわー、スマッシュブラザーズが始まり、これはカウンターサーブを使って、今度は流星さんのニルバーナがダウンしている。空中投げ、あ、一気に持ってったのは流星さんのカルル。2ラウンド目、まずは前ダッシュ、フォーコによるフォローも兼ねて一気に画面端まで運んでいったイサさん、この攻めが非常に軽さが、ここでバリアゲージを全部使い切る。片目が続く、片目が続く、クラッシュトリガーはどうしようもない。ここはたまらずバースト。さあお互いのニルバーナが睨み合い、コンブリオがヒット、うわ、片方のコンブリオがヒット、イサさんのニルバーナが倒れる。まずは下がってジャンプ B で空対空、フォークを自分の方に向けて打っていける。今度はフォークが飛んでくる。さあしっかりしますね、リュウセカルル。伊佐さんのニルバーナ2回目のダウン。めっちゃ分かりづらいんだけど。さあここは前から空中コンボに持っていく、コンフォークで突っ込んでくる。伊佐さんのニルバーナこれ返ってくる。今度はリュウセイさんのニルバーナが倒れる。さあニルバーナがもう3回ダウンしているこの試合、果たして 何回ニルバーナがダウンするのか。ここで水浴のラストに発動、しかしこれ空中糸だったのにやっつくんだか、長いですね、暗い逃げでしのいでますね、はい、空中でクラブによって角をかけられないという、はい、うまく逃げ出して、体力的には流星さんのカルルがリードしている。一旦下がる、違う、ワンピー側がイコさんのカルルだ、ツーピー、あ、で、ツーピーにいるのが、じゃあ息が入れ替わってる、マジ？マイビー。これはうまくラッキングキャンセルを絡めたコンボを使って画面端へ。これボランテがずるいですね。どっちのボランテだ、
さあ、これカウンターパンチョ下地にジャンピー、これはあるぞ、下地から素晴らしいタイムアップ、あーすしっかり時間を使い切りつつ1ラウンド、2ラウンド目取り返すのは伊佐さんのダブル、俺の料理分かりづらいんだけど、まずは下がってニルバーナ対ニルバーナが睨み合う、しかしおーっとすれ違い、背を向けたニルバーナの後ろで軽く同士が殴り合っている、コーンフォークが突っ込んでくる、お互いのニルバーナの位置が入れ替わっている、どっちがどっちか分からないが、お互いアレフレット、これなんだかんだ元に戻っているけれども、位置入れ替わって今度は綺麗な状態、あーっと向かい合って殴り合いが始まるが、カルルの位置が戻ってニルバーナとカルルが睨み合い、ニルバーナニルバーナニルバーナアレグレット、コーンアニまで迫ってくるのはイサさんのニルバーナ、イサさんは一旦ニルバーナを休ませつつ下がって、ここで後ろの方でニルバーナがやられていたくさい、何が起こったんですかね、何が起きたか分からないか、何が起きたか分からないか、後ろの方でイサさんのニルバーナがしかしこれ帰ってくる、崩してこれは流星さんのカルルがターンを握る、ジャンピーでターンを奪って裏回り、ここはオーバーで勝つと、エクシードアクセル2000ダメージ、ニルバーナが同時になんか同じ技をしている、大変、さあこのニルバーナ対ニルバーナの戦いを繰り広げられている中でカルル対カルルも繰り広げられている、シタディがカラクリ、ここでイサさんのカルル、カルルじゃないニルバーナがダウンして、しかし流星さん側のカルルはデンジャー状態に入っている、オーバーダイブ、これは足りるんですかね、なるほど、投げを抜けてオーバードライブがイサさん側問題にたまるが時間がない、時間を止めたいが時間が止められない、バーストを使ったから時間が止められない、この片面もの虚しく見事、さあ流星さんのカルル、ここで踏みとどまって勝利、すごいですね、めちゃめちゃ分かりづらかったんですお互いの体力が大きく動き出したのが、ね、残りカウント46からでしたからね、はいはい、序盤はもうすごかったですね、はい、姉の位置の取り合いでしたねさあというわけで対照戦ですね、流星さんのカルル対哲夫さんのレイチェル、あー届きましたねレイチェルね、ねレイチェル出てきましたね、はい、さあよかった、どうしましたよかった、どうしました、名前が、名前がまた変えられたら、いやいやいや東谷明対哲夫、はい、お、哲夫さんあ、さあこれは何の交渉でしょうか、反対側に行って何か交渉をしておりましたが交渉交渉何を交渉したんですか、何を交渉したんですかね、反対側の台に行って、あ、天帝対決ですね、すごいですね、そうですね、はい、天帝がぶつかり合うと一体何が起こるんでしょうか、ここはじっくり時間を使いつつ作戦会議に当てていきます、おそらく関東のトッププレイヤー同士の対決ですね、はい、そうですね、頂点の戦いというか、セコンドと綿密な打ち合わせが、ね、はい、やはりこれが2オンならではといったところでございます、レイチェルとカルルはキャラクターとしては有利不利ってあるんですか、レイチェルカルルそうなんですかね、かなりいい勝負だと思いますね、そうレイチェルが風を使って画面を大きく動かせるので人形に捕まりづらいっていう利点がありまして、それでどう流星の方が捕まえていくかっていうゲームになるんじゃないかなっていうふうに思いますね、天帝対天帝、天帝カルル対天帝レイチェルの試合、勝率も同じですね、79%でしたね、先に捕まえた方が一気に持っていく、申し訳ありません、ここまでの過程がこちらが有利に運んでいけるのかといったところでございますが、開幕まずは下がる両者、ゲオル・ヨセッチ、
タイニーロベリア。さあここは上に逃げて、いやはい、すごい方法です。さあタッチでゲオルグを消しつつ空中に逃げるカルル、位置を入れ替えてタイニーロベリアで牽制、ロータスをつけてここでアイリスをガードさせる。タイニーロベリア、ロータス、アイリス、さあ、ジリジリとした騒ぎ合い、ここは相打ち。さあ、マンザが先にタックルをしたね。ですね、ラッシュトリガーで崩して画面端追い込んだのはカルル側、中段で崩してオーバードライブ発動、ボランチで斜め初期コンフォート、ダメージ4000稼いで投げ、バス使ってまずはニルバーナを手元に回収、再び立ち回りに戻す。早い崩しが早い、中段で崩して鉄尾さんが今度はターンを握る。画面端が逆になって、これはゲオルグが戻るんじゃないでしょうか、ね、はい、CC からタイニーロベリア、おっとここは受け身からのジャンプで、おっとこれはまだあるぞ、上から打ってくる。ちょっとヒヤリとしましたけど、また CC はアッパー食らって吹っ飛んでもおかしくはない感じでしたけど、ね、裏表も分かりづらいといったところがあったのかもしれませんが、まずはコンフォートで突っ込んできて先手を取るのは流星さんのカルル、ロベリア、ゲオルグ、ロータスを飛ばして、流星の最初もすごいですね。そうですね、カエルを潰してその後のロベリアをリバーテで受けるという、はい、いろいろな飛び道具を全てさばきながら立ち回っている、すごいですね。さらにこれに加えてニルバーナを操作しているんです。さあこれでロベリア、ゲオルグが当たって低空ダッシュからのコンボ、ロベリア斜め下 C、 ソードアイリスタッチ CC からゲオルグ設置で押し攻め、オーバードライブ発動してまずは距離を置いてオーバードライブ終了、バックステップフォークで詰めてくる、鏡 B が通ってコングリオから画面下コンボ、カウンターサルトリキュライス、空中捕まえた。ここはたまらずバースト、ゲオルグロベリア、カウンターサルト、空中に逃げてロベリア、ロータス、ゲオルグ設置してからのロベリア、ロベリア、アイリス、ロベリア、あーなかなか攻めの機会を伺っているが、カウンターサルト、この方向であのスパートで処理しているところに対して突っ込んでいく。ここでニルバーナがダウン、あきついですよこれ、うまくフォローしてアイス、パワーズだって、ここはゲージがないのでダメージが伸びず、コンフォークワーカード触りにくく縦へ固めオーバータイム、投げに対してクシダックル、素晴らしい、勝ったのは流星カルル、おめでとうございます。おめでとうございます。だけで勝利したのはガムテープフレンズが勝利して勝ち上がっております。おめでとうございます。おめでとうございます。さあこれでベスト4それぞれのブロック代表が出揃いました。トーナメント表出ております。はい、はい、 A ブロック代表がファイナルファンタジー絆、うん、そして B ブロックが新宿スポーツランド本館、 C ブロックサウスタウン、そして D ブロックガムテープフレンズと、うん、なるほど、いうことですね。ガムテープ、はい、あ、来ましたね、はい、ガムテープ上がってきております。ガムテープコールがたまにコメントでね来るっていう、もうあの今回のこのブレイバーズレベルの一番最初に抜けてきたのが、はい、確かガムテープフレンズ、あ、そうですね、はい、いや、それで、いや、一番最初に抜けてきたっつんで、はい、ほら同じ番組でやったんじゃないですか。そっかそっか、そうです、あの時に、はい、その時にガムテープでなぜか巻かれるってよくわからない絵面、名前はそこで決まったみたいな、そうです、はい、ではですね、はい、あのこの熱量を持ったまま準決勝に行きたいところなんですけども、はい、ちょっとここでエキシビションマッチを行いたいと思います。いや、そんなことより早く試合進めようぜ。いやいやいや、これ俺この中でやるのすあのね、因縁の対決として有名なね、一木くん VS 勝ちたがり小沢さんの対決をここでやっていただこうかと思うわけです。そういうの悪玉だけでいいから。あの教授、この対決って、はい、いつ始まったんでしたっけ。あ、教授、まあこの間はなんか小沢がちょっと負けたみたいな空気醸し出してますけど、あれ手抜いてませんでした。いやいやいや、そんなことないですよ。本当。そんなことないんですけど、ちょ、やりましょう、やりましょう、やりましょう、ちょっとお二人スタンバイお願いします。はい、やるか、マジか。いや、なんかこんな大事な大会で
しかもこんなベスト4が決まったいい場面で、あのセリフ実況してくれるんですか、またあする、まあ、それがないとセリフ実況する、はい、実況、はい、実況ありなので小沢さんはこれから、はい、マイクをセッティングしに行きます。小沢さん、あ、なるほどなるほどね、小沢さんのセルフ実況は必要ですからね。これ 1P2P とか小沢さんどっちでもいい余裕ですね。ひょうひょうとした顔が腹立たしいんだよ、けど、じゃあちょっと奥の方に行きますね。教授、はい、そろそろこの対決飽きてきませんか、うん、そんなこと言わないでください。じゃあたまにはスタイリッシュ教授がいいけど、え、俺教授対森さんの戦いとか気になるんですけど。いやー、それは今度な。え、でも森さんに負けると本気で怒んだもん。この間ゲーセンで思いっきり負けてちょっとね、こう本気で、いや、変な空気が流れたんで。アーク生でもじゃあそういうの見たいな。なんか別キャラで最初モリピーやってたんだけど、負けた瞬間に白面出してきて、はい、ちょっと大人げないなって思いましたね。あ、そうですね、はい、はい、それは内緒だぞ。言っちゃったし。さあ、小沢さんの方が、あ、準備が整い次第ですね。なんか格好つけてますね、小沢さん。いやー、こんな大事な場面で、あ、来ましたね。あ、来ました、来ました。あ、すごい、俺の声が二重に聞こえる。会場から俺の声が聞こえる。じゃあ、はい、お二人準備はよろしいですか。はい、小沢さん、ちなみに、あ、握手が、握手、あ、小沢さん、かっこいい T シャツ着てますね。あ、これは今宣伝、露骨な宣伝、通販ショップにて販売中の、そうです、こちらを買っていただけると、熊本の方にも、はい、募金できますので、皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。やべえ、どうしようかな。しまったね、しか、あ、やばい、これ微妙な空気だな、これやばい、やばい、これ緊張してきた。緊張してきたな。あ、小沢さん、最近イザナミ。いっちくんは響きだね。いや、それはもう、それは小沢、いっちきさん、響き使わなかったら誰使うのよ。ずっとほら、ラグな練習してたから。うん、いや、な、これ、いや、ラグナか直人がいいなとかこの間言ってたんで。キャラ替えですか。ここに来ると喋る余裕がマジなくなるっす。みんなすごいっす。さあ、というわけで、ワンピーが座るは響き琥珀役声優市木光弘さんの響き琥珀。さっき父さんが凛さんがすごいイザナミを見せてくれてたんで。2ピーが座るのはカシタカリョウさんのイザナミ。どんな動きを見せてくれるんでしょうか。非常に私緊張しておりますが、さあ、まずは上から出てくる響き対下から出てくるイザナミ。まずは開幕立ち火。さあ、まずは待ってください。まずは空中に逃げる響き対、ここは一旦展開して雫を使ってゲームメイクしていく笠井戸沢。浮遊コンボして、これは折り際ジャンプシーコンボできるのか、できている。雫を使って、じゃあ展開しちゃった、間違えた、これ荒木じゃない、これ雫だ。ダッチ、トライオンじゃない、お、泳ぎて読んでいた。バースを使わせる笠原亮さん、前に出して、おっと、打ち気味水路、コンボができない感じか。まずはラピッドキャンセルを使った笠原亮さんのコンボ。三振、これは折り際ジャンプシーできるか、できなかった、ごめんなさい。さあ、これはうまくフォローしてごまかしつつの冬を絡めたコンボ、足りるんです。第1ラウンドメトロの赤沢良沢、どうです、いちきさん、いちきさん、いちきくん、格言アカデミー何だったの。さあ、まずは無重の盾を装備していく笠原良沢。さあ、いちきみついろ、これ何とかできるのか。あ、してる、しっかり投げてきた、しっかり見てますね。 BBCF 遊んでいるんでしょうか。さあ、まずは笠原良沢が一回距離を置いて相手の攻めを何とかいなしていきたいが、上から来そう、対空しっかり出ている、斜め、さあ、これは浮遊からのコンボ絡めて折り際ジャンプシーができない、ちょっと待ってください。さあ、ここが一旦ちょっと、あ、これ当たっちゃいます。さあ、これはジャンプシーから浮遊コンボ、タッチから、これは小沢式に切り替えていく。さあ、これ通ると痛いですよ。さあ、まずはバースを使うと笠原亮さん、どうやってフィニッシュしようか今考え中です。さあ、これは逃げ回って相手の攻めをいなしつつ、ゲージを貯めつつ、アストラルしてやろうか、アストラルしてやろうかと4ばかりのこの固め、笠井、一味ジロさん、これはおそらく総力戦をやりそう、やらない、
総力戦やってこないが、ここはどうしよう。さあ、ゲージがないので、ここまで直線ガードしようと思ったんですが、さあ、ギリギリガードでゲージを貯めたいんですが、ここはしゃがみ見て崩されてしまう。しゃがみ確認コンボをできた方がいいと思います、1球1球さん。できれば、立ち BB から前 BB をつないでいった方が、おそらくダメージは止めたんですが、ここはビサクラギかぶってしまう。下段固めで、さあ、勝ち下がるのさ、これ余裕のガード。しゃがみで、余裕のガード。さあ、余裕のガード、中段は来ない。余裕のガード。さあ、これはああ、裏回り。さすが、これは、さすが1球1球、響きを使っているだけのことはある。中段はガードして。あ、ごめんなさい。さあ、この、ああ、いいね。素晴らしい。まあ、接待プレーがやばい。今の前足払いっていう連携とてもいいと思います。素晴らしいと思います。さあ、一気水さん怒っておりますが、さあ、しかし動きが良くなったか。一気水さん、ここは一旦下がって、要するになんと低い、すごく低いジャンプリーが見えてびっくりした。勝ち上がりをさ、これは非常に、あ、うまい。水箱を砕かれてしまった。後ろ日危ないところでした。対空が絡んで、さあ、このしゃがみ日、おっと、なんか繋がらなかった、申し訳ない。ここはごまかして下段中段立ちガード、さすが一気水色、中段見えている。やはり格ゲームは一気水色違う。おっ、しゃがみ B で相手の飛びを使うとはなんていう選択肢。危ない、いった、下がって空中に逃げて、さあ、相手の攻撃が届かないところからの攻めをかぶせていく。相手の下段を前 B で透かして中段中段、さあ、総力戦とかっていう手があります。まずは雫を飛ばして当たっちゃう。総力戦しないの、下段下段バカ打ちは避けて距離置いて触っ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 て投げてでーす。お疲れでーす。はい、2人席戻って席戻ってください。いやー、素晴らしい試合でしたね。お疲れ様です。いやはいはい、どうぞ感想どうぞ。じゃあお先に失礼します。お疲れ様でした。いやあの、下にあの稼働してるんで。そうだそうだ、下で、はい、この下にね、ブレイブロー稼働してるから。あ、じゃあ今すぐ行ってきます。こんなところで司会進行やってる場合じゃない。ちなみに俺が菅様にボコボコに負けたのもここだったんだけど。はい、小沢さん、おめでとうございます。ありがとうございます。余裕の処理でしたね。いや、ちょっといろいろやりたかったんですけど、はい、頭真っ白しちゃう。なるほど。今はまあね、父さんがリンの前でしたからね。はいはい、いろいろ勉強しながらね、はい、はい、今後の試合を見ていきたいなと思っておりますよ。はい、はい、もうなんか任せていいですか。じゃあちょっとすいません、マイクちょっと、はい、お返しに行くと、はい、よしよし、こんな負けた気持ちで。教授、なんか一木さんに一言ありませんか。いや、緊張してたの。とても、ええ、とても。しないでか。いや、いつもの勇気らしくなかったかな。いつもの俺ってどうなんですかね。ねえ、まあでも、まあ、なんだろう、アーク生とかとはまた違う空気ですし。いや、けどアーク生だろうが何だろうか、まあ、結局負けてましたよね。はい。でもトップレイヤーの皆さんがみんな見てるから余計緊張するよね。そうですね、うん、見られたくないところを見られた感すごいありますけど。でも石木さん、はい、その緊張感よりもプレイヤーの皆さんはものすごい緊張感の中戦ってるんですよ。おっしゃる通りですよ。この選手たちは、はい、そこについてどう思いますか。そこについて、いや、まあ、そのね、まあね、じゃあまあまあね、まあこれで相当温まったと思いますので、温まったと思いますので、お待たせいたしました、準決勝に行きたいと思います。はい、いよいよ準決勝でございます。はい、準備の方はもう整っているということで、はい、では準決勝第1試合です。はい、ファイナルファンタジー絆 VS 新宿スポーツランド本館。では、始めていきましょう。レディーアクション。さあ、これはワン、あ、名前が、さあ、ワンピーが、お、ワンピー側が新宿スポーツランド本館、ツーピー側がファイナルファンタジー絆さんの魔法さんの白面、あ、なるナイン。みんなスポラン来てね。これはまさかカラーが被っているんじゃないか。
色を取られてしまったか。名古さん先にキャラのカラー選んだんですか ね、 すね、はい、これスポラン来てもらえないんじゃないですか。あー、待ちたよ。ワンピー側が中尾さんのナイン、ツーピー側が魔法さんのナイン。さあ準決勝第1試合見て、画面が大変なことになっていたが大炎上です。日の角土が出ておりました。さあでは第1ラウンド、さあお互い空中ふわふわしつつ空中ダッシュで移動しつつの、変わったのは魔法さんのナイン、マイシーレイダー拾いはうまくいかなかったか。バックスこれオーバータイム発動、変わっているのは中尾さんのナイン。お互い空中ふわふわして、クンサイトに合わせて切り返し、さあ相手の移動先を読んだ上での前へ、ここでバーストを使う、ネイビープレッシャーに対してステップを合わせ相手との距離を詰めていく、ネイビープレッシャータッチカード。さあお互い自分のキャラの手の内は知ったところでしょうか。まずはここで上から触っていったのは、今度は魔法さんのラインが触っている。広い直して、大き攻めどうする、下段で崩す、粉砕と意識させてからの下段で崩して、体力ほぼ5分、しかし画面端を背負わせているのは魔法さんのナイン。バースト4で、しかしバーストはなかったものの、1ラウンド目取るのは魔法さんのナイン。お互い同じ動きシンクロして、しかしその後触ったのは中尾さんのライン。裏表分かりづらい、きついですね、分かりづらいですね。クンサイドでダメージを伸ばしつつダウンを奪って、おこれは補正入り。さあ2ラウンド目一気に取り返す中尾さんのライン。お互いバーストも溜まっている、体力5分の状況だな。まずは中段で崩す、前進レイダー、ここでバスト。さあどっちにいるか分からないが、体力リードは中尾さんのナイン。クンサイトが通って拾って画面端落としてしまうが、ここはどうする、お互いの魔法がぶつかり合う。クリムゾンレイダーステップ、移動先読んでいたか、さあというわけで勝利、1ラウンド目先鋒戦通っていくのは、ま、中尾さんのナイン。さあ非常に温まっております。今日は完全に中尾さん勢いありますね、乗ってますね。さあ世界を見据えています。スポランにも行きましょう。はい。さあというわけで先鋒戦同キャラ戦を制したのは中尾さんのナイン。本日ランクアップマッチも決めて非常に本日温まっております中尾さんのナイン。さあ対するファイナルファンタジーチーム大将、今回は戦う3の白面が出てきます。6英雄対決、果たしてどちらが制するのか。この2点って何ですかこれ。え、溝の口2点、溝の口2号店だと思います。あ、なるほど、はい、溝の口2号店ですね、はい、2号店、はい、めっちゃ5時やこれ。あ、5時です、それ台本の5時です。気にしないでください。了解です、はい。ご体操な秩序の力となら見せてごらんなさいよ。フィールに震える亡霊よ、これでしまいとしよう。さあ魔法が勝つのか戦いの方が勝つのか、先鋒対大将戦。まずはリーチの長い C 系統を振り、相手の飛び込みをなるべく受けないように立ち回る白面側。
パチー対空落としたが、ここはコンボが繋がっていない。ジャブシー空振り、相手の移動先読んでいた。しゃがみ映画ヒットして、アギトガードせてからのジャンプ B、 めくり気味のヒット。ホタル押し前へ、前 B ダウンを奪って奥目グレン空中投げ抜けて、さあここで触ったので9に魔法がつく。しまったクンサイトを速攻で戻す。そしてクンサイト後ろ C、 後ろ C 体力何白目側が無傷の状態。前 C がヒット、クンサイトから拾い直し、再びクンサイトを装備してレイダーで締める。表裏分かりづらいクンサイト、この攻めに対してたまらずバースト。白面側体力リードしているもののナイン側、これはエンマからグレン、ホタル、ジャンプし、タッチし、しゃがみし、ここでバースト。ここからバーストを使って一気に巻き返そうという中尾さんのナイン。空中のじりじりとした攻め合いが柳で、距離を離して時間が見えている。最後は立ち A、カウンターヒットからの立ち A、立ち A、 1ラウンド目戦う3の白面が勝利。2ラウンド目柳で取って叩きつけ、開幕先手を取るのは戦う白面。空中投げジャンプ B、 タッチ立ち、2回目は入らないが1900ダメージ。切り返して柳で一気に距離を詰めていく。前進置いて下段、一旦距離を解いてクンサイトは立ちガード、立ち A で暴れてグレンで固めて、さあこのクラステレンカが非常にヒットしやすいか。前進前へ、前 B からダウンを奪って、もう一回立ち下がって前へ近づいて投げ、これは低い。やはり最後の投げなんかも投げですね、はい、ステップしてちょっと待って小パン投げですから ね、やはりそこはやっぱり投げを最初に押してしまうとバッテンがついてしまうという、そうですね、はい、スローリジェクトミスを誘った崩しでしたね。さあそしてこれも大将戦にもつれております。ファイナルファンタジー絆チーム大将ポロ戦う白面に対するは新宿スポーツランド本館チーム松本さんの誠が出てくる。誠のラッシュを白面がどうさばいていくのかというところだとは思いますが、そうですね、はい、あとは白面の対空技が、うん、前 A からしゃがみ C にそうです、ね、コンバージョンから変更になったんですけど、はい、前作までの前 A だったら、うん、ジャンプ C、誠飛び込みに対して前 A を押せば、はい、裏に誠が入ってお互い何も起こらないってことがあったんです、はい、今回は落としたかったら早めにしゃがんで C ボタンを押してねっていう感じ、ちょっと遅れるとジャンプ C で潰されてしまうので、はい、そこはちょっと難しいかもしれないですね、はい、では見ていきましょう。 1P 側松本さんの誠、 2P 側が戦うさんの白面。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action。 あ、開幕立ち B がカウンターヒット、先手を握るのは誠側は自信がありますね。松本自信がありますね。しかし当て身を使って切り返して再び立ち回りへ、飛びが通ってグレン高め当てからステップ、ジャンプ C で締めてダメージ2800、ジャンプ C による牽制、ダメージ出しタッチ C、 下がってジャンプ B、 うまくつないだ、つばきによるガードクラッシュ、おお位置を入れ替えて、さあしっかりガード、中段ガード、ガードが硬い、連かグレンをクロス、しかしちゃっかりバースト警戒して、すごかったな今の
あのもつれた中でもしっかり相手のバスト警戒してるあたりがちょっと丁寧すぎて、さあアギト、ステップアギトからこれを反撃を受けてしまう。大技で発動、まずはゲージを溜めつつ、さあ白面は体力が多いのでこのラウンド中もう一度バスト溜まるの不思議ではない。立ち入れ立ち火ホッタール低めのジャンプしたし前衛で押して、これは逆に画面端を取ってしまう。はじめ前衛対空、上見えている、コンボが伸びてダウンを奪って、折り攻めは中段は立ちガード、中段見えている、あ信じられない、ガードが硬い。この誠の苛烈な攻め、ここは通るが安く済んだ。しかしこの誠松本さん側も対空出ている、コメット絡めてここでバースト、ね、ここは勝利を確信したかのようなバースト、何かあるのか、ここで通ってしまう、中段ラピッドキャンセル、中段ここでとどめを刺さんと4番割のゲージの使い方、そして最終ラウンドにジャンプ B かぶせて、しかしここでエンマがカウンター、タチ A タチ B、 ジャンプ C で画面端へ、ジャンプ C カウンターヒット、ここはうまくすり抜けて差し込んだ誠、ね、コロナアッパーでダウンを奪って、しゃがみ D に対して中段が刺さってしまった。もう一回やる、この攻め2回さばかれましたけどね、まだやりましたね。あ、これはその場起き上がりからしゃがみ B で暴れて、お互い何か当たったらこれ、お、いやこれはどうなんだ、なるほど、いろいろあって運んで、あー、もうわからない、ウッグこれはアクティブフロー中なので4点だね。すげえ試合でしたね、すごい試合でしたね。そうだったですねさあではここで勝ったお二人に、はい、まあインタビューといいますか今のお気持ちを伺っていきましょう。ここからはせっかくなので、そうですね、はい、宣伝宣伝、はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうも、中尾と松本です。中尾と松本です。新宿スポランのスタッフやってますで毎週水曜日本当にブレイブルーの、平日大会やってて、毎月第2、日曜ですねには、BBCF のレディース大会の方を行っております、はいはいはい、20人ぐらいのレディースの方が集まってくださっていまして、はい、もうぜひカメラの前のレディースの皆さん、はい、ぜひ来てください、はい、ぜひ来てくださいお願いします。あの、はい、できればあの、はい、完全に今宣伝だったんですけど意気込みとか大丈夫ですか。そうですね、心境というか意気込みというか、意気込みは次の優勝して、はい、もう一回告知できるよう頑張ります。なるほど決勝頑張ってください。せめて戦った方に何か一言をはい、何おい9同キャラだったんですけど、うん、まあ、から選べて勝ったっていうので、まあ、今実質全員にラインいただいたので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。さあ、では続きまして準決勝第2試合の方の準備に移っていただきましょう。A ブロック代表 B ブロック代表は、新宿スポーツランド本館が勝ち、はい、B ブロック代表新宿スポーツランド本館が決勝へ、そうですね、足を運んで、そして続いて C ブロック対 D ブロックですね、はい、サウスタウン VS ガムテープフレンズと、これもどうなってしまうのか、どうなってしまうんでしょうか、はい、といったところですか。じゃあまずは両チームが準備する感じですかね。そうですね、はい、今から席の方についていただきます。はい、準備の方よろしくお願いいたします。いやちゃんと手袋をして手を温めて、
指を。そうですね、ちょっと、いや、そういうのは分かります、分かります。あの、はい、さっき僕もやろうとしたとき、ちょっと手寒いとやっぱり動かなかったりするんで、はい、温めておかないと指動かないんでね、はい、特にカルルですから、うん、指動かないと大変なことになっちゃいますから、あの D ボタン押しながら操作するということで、はい、で、片やあれですよね、サオサオさん、はいはい、ドグラさんとトーサカリンさん、ドグラさんとトーサカリン、もうトーサカリンさんなんですかさあ、果たしてドグラさんがいつ覚醒するのかというところでございますがそうですね、あのサウスタウンチームアーケードステーション杯を抜けてきたわけなんですけれども、はいはい、その時もドグラさん結構決勝までなかなか、はい、ご本人も言ってたんですけど、こう温まらずというか煮え切らずというか、うん、でも決勝ではしっかりもうしっかりしてらっしゃったんで、ドグラさんはそろそろしっかりするところが見れてくるのではないのかななんて、はい、思っておりますが、準備 OK ですか、ね、準備の方が整いましたが、はい、すごい湯で何か食ってますけど大丈夫ですかね多分糖分エネルギーをね、糖分を取っていると、頭使いますから、はい、糖分を、まあ、カードも準備していただきましたということで、はい、始めていきましょう、はい、うん、準決勝第2試合です。レディーアクション。蓋を開けてみれば準決勝まで誠が2人残っているという結果になりました。すごいですね、はい、すごいですね、やはり誠は最初から最後まで2人ですからね、やっぱりこのラッシュ力、攻めの継続力、ここがやはり大会の強いところなんでしょうか。そうですね、対するはドグラさんのアズラエル。ドグラさん、アズラエルといえば、はい、エボリューション2014で、はい、ガリレオさんとあの決勝をやられて、はい、ブレイブルーです、ね、それ見てブレイブルー始めたなんて方もいらっしゃるぐらい、そうです、ね、いやー、ありがたいですね、あの試合すごかったですけど、なんで俺を見て笑うんですか、それでいや、本当にすごかったです、あの試合は。僕も見てて本当に感動して、なんで今日も見たいですね、かっこいいとこ。1P 側ゴロさんのマコト、 2P 側がドグラさんのアズラエル。全力を出す。後で言い訳なんて知らないからね。俺を楽しませる。 The Wheel of Fate is turning. Rebel One。 では第1ラウンド見ていきましょう。やはり攻めの姿勢を見せるアズラエル。グスタフに対してコメットが当たってしまう。フェイタルカウンター。前さあ、ここは難を逃れたアズラエル側、ジャンプ B に対してスパイクアルプが、ここはパンサーストライク、タチ B で空中2回転を捕まえに行くが、バリアガードしのがれる。タチ B が通って、タチ BB から3段前 B、 ジャンプ BC、 ここで弱点をつけてグスタフ空振り、空振ってしまうと気が大きいグスタフバスター。コロナアッパーでダウンを取られて、裏回り下段で崩れる。しゃがみ D で勝ち上げて投げがボール、ラピッドキャンセルから、これは足りるでしょう、パーティカルフレアでフィニッシュ。これはゴロさんも抜けられるつもりで入れた投げだったと思うんですけど、まあ、通ればラッキーぐらいの空中投げだったと思うんですが、さあ2ラウンド目、前に今度は逆に詰めていく誠側、砂漠アズラエル、前 C を振って空中にいる相手に引っかかると、おー、すごい、リターンが大きいのが前 C なんですか。投げは空中に逃げて、さあ CC、 お互いカウンター、まだ下がって相手の飛びを空対空で対処していく。ゴロさんの誠、前 C にコミットからのがヒット、固めて下段が通る。このインフィニットラッシュからの下段スターゲーザーですか、はい、からリターンが作られてしまうのは結構アトレルしんどいですね、はい、ここはまずは中央に戻って、裏回りのスタチエはしっかりガード、空中ヒットしたんですが距離が遠いので繋がらない。さあ、ラピッドキャンセルから無理やりホーネットバンカーに繋いで高めホーネット、これは両弱点。
パナック斜め下 D はガードして立ち上がって、ここはバースト両弱点ついている、下段はガード両弱点、この生かせるか、めくりのジャンプ B、前で対空ラピッドキャンセルからオーバードライブ、コメントナッパー先方先制するのはゴロさんの誠。さあゴロさんの誠が 2ラウンド連取で一気に持っていっております。はい、はいまあ、コメントが置かれてしまうとアズラエルどうしてもグスタフ前に出れなくなっちゃうので、それが大変そうでしたね。やっぱりコメント置かれてしまうと前 C とか、ね、かなり動きが制限されてしまいますよ ね、 そ、 すね。そこをコメントによる対策をしっかりしてきたゴロさんが勝利、はい、どう来るかな、まさかまた変えてねえだろうなとかちょっと思ってさっきからずっと携帯行ったのが俺気になって気になってしょうがなかった。あれはおそらく対策メモだとは思いますが、はい、ですよね、はい、わざと名前を変えてるってことないですよね。相当スクロールしてる動きでしたけど、さっきからずっと携帯いじってたから何やってんのかなと。さすがに、いやあれはおそらく誠対策メモだと思いますが、そうですよね、はい。さあというわけで先方ゴロさんに対するはサウスダウン大将南さんのイザナミ、あれ変わっている変わっているおい、もしかしてさっきすごい余裕ですね、相方に確認してたのはもしかしたら漢字ってこれで合ってたっけみたいな漢字これだったっけ的なことかもしれませんね。やっぱりいつもはすごいんですかね。仕方ないな、格ゲーって楽しいよね優しいですねさっきから。これでライチだったらキャラ完璧だったんですけどねここでイザナミなので、いや何気さっきからずっとなんかねやってたからねまさか変えてこねえよな、いい読みだった、さあしかしここまで大将としてあまたの敵を破ってきたこの南さんのイザナミ、この準決勝踏みとどまっていけるのか。さあコメント今回は一言コメントまでいじってきている、1P 側ゴロさんの誠、 2P 側南さんのイザナミ、第1ラウンド開幕、後ろに下がってまずは相手の様子を伺うイザナミ、コメントキャノンに対して山形バーガーがここでメダルカウンター、ここはたまらずバット、このナッパーがカウンターしガウンターにしまってしゃがみ C に対してここはバット、まあ、お互いやりにしてる立ち回りだ、コメント重ねて中段は上に逃げる、まあ、ここは浮遊は出てしまったか、仮面足から抜け出したイザナミだが中段で崩れてパーティカルフレア、これはさすがに足りるでしょう。最終3段目を最大ためすることで、はい、1でも倒せるときはバーストの時間が稼げるんで、はい、ちょっと回復が取れますね。まあ、ここはしゃがみ B による姿勢が低いことを生かした対空のしゃがみ B が溜まって A 到来の方向から亀橋、さあこれは展開が当たらないが続きはヒットしている、無重の盾を装備、これによって相手の攻撃を受け流すことができる、これカウンターヒット、フェイタルカウンターでコンボが伸びる、さあ受け身は取れたコンボでしたがここは気づく、コンボ継続投げ抜けてすごいですね、あこの攻めの中でも投げに対してしっかり意識を割いている、コメント重ねて空中逃げたところで、これはあ止まれた、あ包丁短いですね、まださあこれは銃弾が通ってここはバスト、まがたま展開して空中の盾、これによって差し回りを優位に運んでいきたいところだが吹き飛ばされてしまう、ここでデンジャーに突入、バリアガードができない状態、中断で崩れてこれはある
というわけで準決勝勝利したのはガムテープフレンズ、おめでとうございます。やっぱり父さんがリンから帰らなきゃいけなかったね。おめでとうございます。いいですか、誠のみで今行きましたけどいかがでした。あ、はい、いや信じられないです。僕南区に勝てないと思ってたんで嬉しいです。以上で。あ、宣伝、あ、明日、明日となんかサウスタウン対江野さんの対抗戦があるんでそっちも出ます。そっちっていう、もう一つ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 、明日立川おすごでレディース大会がありますので、そちらの方も、はい、なんでどっちもレディースなんで、はい、すいません、ちょっと僕こういう決勝舞台に来るの久しぶりなんでちょっと緊張しております。ですね、今日ガムテープフレンズって名前なんですけど、ここにいる一木さんの、ま、番組の前でちょっと17歳の高校生に手を結ばれるっていう美味しい思いしたんですけど、今日はちょっとその食材なのか奥さんをちゃんと連れてきてますのでその前でちゃんと優勝したいと思います。はい、ありがとうございました。決勝も頑張ってください。サポートキャラがいるんですね。そうですね、そういえば明日そうですね、明日東西戦をやる、はい、やられるという10時台に、はい、伺っております。なんでそちらの方もちょっと楽しみだなとは思うんですが、はい、楽しみですね、はい、さあこれで2強が出揃いましたね。出揃いましたね、はい、まあ、じゃあトーナメントの方を出せますかね、出せますかね、はい、いや、ま、長かったですね。でも出ない、とはいえあっという間です、決まりましたが、はい、あ、出ましたね。あ、出ました。新宿スポーツランド本館チーム対ガムテープフレンズの誠誠と。そう、誠誠でしたね、はあ、確かに、はあ、果たしてこれは決勝どうなるんですかね。同キャラ戦が出てくるのか、はあ、まあ、はたまたオーダーをそうですね変えて先方戦ではな、うん、同キャラ戦にならないようにするのか、うん、これさっきドクラ君が言った通り、これ初手勝った方が結構先方勝った方が有利あ、だいぶ気持ちが、はい、まあ、まあ、けど一つだけ分かってることは、うん、誠は優勝するとそうですね、あ、まあ、コメントでも誠が間違いなく優勝するだろうと、はい、そう、誠は確実に優勝するってことは分かりましたと、はい、さあここまで見てまいりましたが、準備がほどなくですかね。さあ最終決勝戦ということでギャラリーの皆様もねぜひぜひ盛り上がっていただけたらなと思っておりますの で, そうです、ね、はい、いよいよ最後ですのでコメントをしてくださっている皆さんも会場の皆さんも最後まで盛り上げていただければなと思います、はい、もちろんねニコニコ生放送をご覧の皆様もそうですね、ぜひぜひコメント等々で盛り上げていただけたらなと思いますが、お、はい、さあそろそろ準備が整ったようですので、はい、あ、来た、ではいよいよ決勝戦でございます、はい、では選手の入場から参りたいと思います。では呼び込みの方をかなさんお願いします。はい、まずは1チーム目です。新宿スポーツランド本館、どうぞ。ガムテープフレンズ、さあそうですね、ではここで改めて、まあ、両チーム選手に、はい、まあ、意気込みといいますか最後の戦いですので一言いただきたいと思います。はい、2月からついにここまで来ましたけども、今決勝前にいかがでしょうか。あ、はい、緊張してます中尾です、中尾です、中尾と松本です。ですね、今自分全国出て2回目の全国なんですけどめっちゃ緊張します。めっちゃ緊張してて、で、まあ、対戦相手も対戦相手 で相方もキャラが誠で相手にも五郎さんの誠がいるということで何とかして勝ちたいんですけど、毎月第3土曜日にはブレイブルーの固定大会をやっております。そして第3
第3、あれ今第3土曜ですよ。土曜に、固定大会をやっております。そして第3日曜日にはですね、大制限大会というふうに団員を制限して大会の方をやっておりますので、ぜひぜひご参加の方よろしくお願いいたします。じゃあ僕たちからの意気込みはこれだけでお願いします。ありがとうございます。決勝前のコメントとは思えない。これ勝ってから言っていいやつだったんじゃないですかね。では続きましてちょっとさっきの準決勝からの連戦になりますけども、意気込みをお願いします。中尾くん2回目の全国で決勝って言ってるんですけど、僕14年間戦ってきたんですよね。ちょっとそんな若造に優勝させたくないんで。おおこういうの、こういうの14年間の思いをぶつけたいと思います。あ、もう一つ、立川オスゴ毎週金曜日頑張ってやってますのでぜひご参加お願いします。あれ、あ、五郎さんも忙しい中ずっとゲームしてくれたんで、今日は五郎さん優勝させたいと思います。おー、なんかチームワークを感じましたね今ね。そうですね、はい、お互い縛られた経験があるからっていうのが、はい、こじかされてますね。気づかされてましたね。どちらかが勝って気持ちよく宣伝ができるかどうかですね。そうですね。では両チーム席の方に移動してください。さあ準備が整い次第始めていきたいと思いますが、はい、ここでですね、まあ、ニコ生をご覧の皆さんにちょっとアンケートを取ってみるっていうのはどうでしょうか。どちらのチームが勝つと思うかっていうね、これを取ってみましょう。あ、出ましたね。お、出ましたね。どうでしょう、ご覧になっている皆さん、どちらが誠が勝つ。あ、まあ、まあまあそうでしょう、まあ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 、誠が勝つでしょうこの結果を受けてね、ちょっと戦いに影響が出ないといいですけどね。まあでも、もうそれどころじゃないでしょう。お互いが勝ちたいわけですからね。はい、気になるな、これ。いやー、ここまで来た両チームですからね。どうなってしまうのか。さあ、どちらが勝つでしょうかというところなんですか。そうですね。ですか、結果の方が集計できましたか。あ、出ました。あ、こうなりますか。22対78、はいはい、新宿スポーツランド本館チーム 22.1% ガムテープフレンズチーム、77.9% と。なるほど合わせて 100% ですね。結構偏りましたね。合わせて 100% ですか。言ってみたかったです。すいません。結構な差がつきましたが、まあ、はい、覆しがいもあるみたいな取り方もありますからね。さあこの両者どうでしょう。先ほどは笑顔でしたが、そろそろ戦いの顔に切り替わってきております。お互い深くため息をついて、あーね、いつからでしたっけこれ。2月の21日から全国予選スタートをしたらしいので、はい、始まってそれの頂点ですからね、はい、今日は、はい、2ヶ月以上にわたり、はい、では準備が整ったということで、はい、始めていきましょう。タイトープレゼンツブレイバーズリベル2016ブレイブルーセントラルフィクション最強タッグ決定戦決勝戦、レディーアクション。皆さん盛り上げていきましょう。さあ泣いても笑ってもこれが決勝戦。先方出てくるのは 1P 側ゴロさんの誠、 2P 側出てくるは中尾さんのナイン。これはもしかして名前が変わっている気がするあ、さっき変わってたっけ。あ、変わってた。あれですかね、両チームとも先方対象固定だったですかね。そうですかね、はい。でも1回戦では確か松本さんが先方ちょっと出ていたという。なるほど、噂を聞いておりましたが、しかしここは先方は誠対ナイン。さあまずは開幕、お互い距離を置いてコメットキャノンに対してネイビープレッシャーをカウンタイトさせる。さあクンタイトは当たらないがダメージを大きく稼いでいるのは中尾さんのナイン。画面端クンタイト装備した状態で置き攻め、中央に戻ってクンタイトはガードさせるが、ここで体力大幅リードしている中尾さんのナイン。このままこの体力維持したまま有利に戦局を運んでいけるか。ネイビープレッシャーを振って安易なコメットキャノンを許さない。後ろに下がってここはネイビープレッシャー、
ジャンプを見越したマイシーは空振り、クンサイドマイシーがヒットして今日このマイシーが冴えますね。そうですね、2回振りましたからね、1回振りましたね、もう1回やりますみたいな、はい、さあ1ラウンド目一気に持っていった長尾さんのない2ラウンド目、コメットキャノンは空中ステップで回避、中段に対して切り返し、コメントキャノンはガード、さあまずは魔法をヒットガードさせて自分の得意な魔法を出して立ち回りを優位に展開していきたい、ネイビープレッシャーをガードさせ、マイシー置いてある、対空前がヒット、ここはバースト、ネイビープレッシャーがヒットして体力的には若干ラインが有利な状況、ナルシーはマイシーが根元でヒット、マイシーの当て感が耐えすぎている、裏回りに対してここはバースト切り返して、ここでカウンターサルト、コメントキャノン、マイシーが当たる、すごいですねこの技。さあ今日の中尾さん、マイシーが完全に乗ってる、すごいですね、マイシーの当て感がすごすぎる、マイシーだけでここまで持っていけるんですね、マイラウンド6000くらいは取ってますからね。そうですね、さあ大将流星カルルを早くも引きずり出すさあ俺がないんじゃって言ってる俺がないんじゃと言ったら何なんでしょうか、さあ俺がないんじゃ、いやでもだでも今名実ともに、はい、全一ナインということになります、実質、はい、実質全一ナインです、今あなたが全一ナインです。さあ大将出てくるはもちろん流星カルル、さあこれで決まってしまうのか、それともそれともまだ望みをつなぐのか、そうですね、さあまずはここで綿密な作戦会議を行って、そうですね、話し合っているようです。人形に対して、はい、ナイン側はリーチの長い B 系統、うん、で追い返しながら、B の魔法を貯めて、はい、3で出すことによって発射しカルル君にも届くんで、うん、それを追い払いながら中尾さんは動きたいと、うん、で流星の方はもちろん触っちゃいたい、触ると人形を絡めた攻めはフラックスナーチャー使っても切り返すのは難しいので、うん、はい、相当中尾さんに厳しい展開になると思いますね。まずは B 系統による牽制からどうターンを握っていくのか、さあ準備が整ったようでございます。 1P 側大将流星カルル、 2P 側中尾さんの誠、さあ対象対先鋒戦見ていきましょう。まずは下がるカルル、ナインは前に出るがここは一旦下がって、 B の魔法でカルルのニルバーナの体力を削りつつもカルルに対してもダメージをヒットを狙っていく。さあここはマイシーに対してバースト使って立ち後ろから重ねていく、前に歩いてサーフェアイと振り返っていくが、さあアニマは逆に出た粉砕と、さあ会場内盛り上がっている、オーダー珍しいですね、粉砕と、さあカルル側はかなりバリアゲージを削られているが、マイシーがやはり耐えている、粉砕とは立ちガード、さあ触りに行くがここはカウンターサルトで切り返して、こちらカウンターサルト読んでいた、マイリーステップで逃げて画面足抜け出す、ここでニルバーナがダウン、ここからのナインの攻め、ダウンを奪ってまだ姉さんが帰ってきていない、クンサイトはガード、クンサイト、クンサイト
さあここは大当たり発動、さあ使いましたね、ニルバーナは暴れて後方向で暴れカウンターヒット、ラピードキャッチかリセット、体力ほぼゴムだがここはどうなるんだ、お互いボランで飛ばして投げて、なるかこれが天帝の力、1ラウンド目取るのは流星カルル、すごいなあのプレッシャーの中で。さあまずは立ち回りブリをガードさせ、じわじわとした相手の手の内探り合い、前ステップで距離を詰めるナイン、空対空競り勝ったのはカルル、前からダウンを奪ってコンフォークを重ねて切り替えるか、これですね、スナーチャーを出してもコパン重ねの場合はこのようにガードになってカルルのターンが終わらないですね。さあここはクラッシュトリガーを絡めたコンボが継続、固め固めニルバーナにおっと呼んでいたオーバードライブ足りるんです、すげえな。さあここ大将流星カルル踏みとどまった、おお反対側に行って間に何か、あ、あ、お、拍手、拍手して、おお、紳士、紳士ですね、紳士ですね、本当にこれが最後の戦いになるわけですかね、その通りでございます、はい、これがブレイバーズレベル2016、本当の最後の最後の、これで終わってしまいます、大将戦です、皆さん最後まで盛り上がってこの戦いを見届けていただきたい、そうですね。さあゴロさんからのアドバイスを流星さんが聞きつつ、それを戦いに生かす流星さん、対する 2P 側はマッサージ、対する 2P 側はマッサージ、 2P 側はマッサージ、もう言うことはない、あとは体調を整えるっていう、テレビ慣れしてますよねもう映画さあ 1P 側カルル対 2P 側松本さんの誠、これは2人普段結構対戦してる組み合わせなんですね、はい、はいはいはい、で普段見てた感じですと、うん、まあカルル側がちょっと勝ってるのかなという感じはしましたけども、さあかなりこのニルバーナが前にいる状態での誠がどうやって相手に近づいていくのかというところではあると思いますが、そうですね、綿密な作戦会議を行いつつ、ただし捕まえた時のラッシュ力、まこと恐ろしいものがあります、カルル対まこと、決勝を制していくのはどちらのキャラクターなんでしょうか、はたまたどちらのプレイヤーなんでしょうか、コロナアッパーまことの無敵技が飛び上がる技になってますので、はいはい、あの技でしたらコロナッパ打って、うん、飛び上がってから、うん、さあこれで最後の試合となります、さあというわけで最終試合盛り上がっていきましょう、まずはラウンド1、お互い距離を置いてコメットキャノンによる牽制、ボランティによる牽制、様子を見ながらチャンスを伺う、ニルバのフック、押してくるところよ、見越しての触ったのは松本さんの誠、投げは外して一旦距離を置いて再び立ち回りへ、ボランティを対してジャンプしたところにブリオが飛んでくるが、しっかり空中バリアガードでしのいでいる、さあニルバーナの体力をじわじわ削りながら誠が触りに来たところにジャンプ A が置いてある、お互い一気に触れば持っていけるとはいえ相手の攻めに対してうまくさばかないと逆に自分が持っていかれてしまう、ここはなかなかお互い探り合いの状況、一気に触りに行ったのは誠側、空中に逃げ出すカルル、投げて前からジャンプ BC つないで画面端、相手のコロナッパを怪我して一旦距離を置いてからの攻め、カウンターだがヒットしてここでニルバーナがダウン、前 C が通ってエキスラックルが当たる、2000ダメージを稼いで下段のしゃがみ B で相手の前進を止めた、ラピッドキャンセル
ゲージがふんだんにある。バーティカルフレアでフィニッシュ。すごい集中力。すごいですね。さあ1ラウンド目制するは松本さんの誠、続く2ラウンド目。まずはニルバーナを前に、ニルバーナを押しながらラインを上げてくるカルル。誠がもういつまでも騒がっているわけにはいかないので触りに行く。位置が入れ替わって再び立ち回りへ。ニルバーナを起動してラインを上げてじわじわと相手を画面端へ追い込んでいくが、アレグレット、アレグレット前に進んでラインを上げて、ここはボランティが当たるが、アレグレットが空振り。インフィニットラッシュ画面端へ。下段は上に空中に逃げていた。ボランテ前から画面足で追わせて固め、裏回りの崩し、ここにバーストを使ってラピディカンするから投げ、タッチ拾いからジャンプチーで再び繋いでコンフォート、カウンターアサルト呼んでいる。すごいですね。今前 B ラピキャンのところは一瞬ガーキャンを読んで投げていきましたからね。すごいですね。さあこう最終ラウンドまでもつれ込んでいる。この対戦どうなる。バーストここでブリオがカウンター。人形による固め、人形に押されつつ固めを継続。下段崩してクラッシュトリガータッチ、ダウンを奪って起きるがどうする。下段はカード投げてタッチ、バースト使うしかない。一旦下がってニルバーナがお前に置かれている。触りたい、ここは一気にぶち込んでいく。中段で崩して画面端立ち入り置き攻め、兄さんを呼びつつ、これカウンターアサルトから高校ラピッドキャンセルでコロナッパのスキュー消す。じりじりと立ち回り、アレグレットで特攻。ここは走って相手と位置を入れ替えて、コンアニマの空振りに対して攻めていくの誠が中段に合わせて位置を入れ替えてインフィニットラッシュ投げ空振り、しかし構わず攻め継続。立ち火しゃがみ火、ここでデンジャーに入るが触れば何かが起きそう。立ち火上からいった。ここは中段オーバードライブ、ラピッドキャンセル、攻めを継続してコンポコに突っ込んでくる。オーバードライブ中の姉さん恐ろしい、歩いてくる、投げを上に抜ける。残り時間10秒切った状態だが、ゴボゴ空振り。さあここは強欲だったが、すごい。優勝は新宿スポーツランド本館、おめでとうございます。いやすごかったですね、今の鳥肌立っちゃった。いやちょっと涙出そうになった。最後投げた瞬間やばかった。すごかった。やばい。うわちょっとびっくりしちゃった今。鳥肌。いやいい試合だった。本当にいい試合、ありがとうございました。興奮した。そうですね。あ、そう。では、両チームこちら席の横の方までまた来ていただいてよろしいでしょうか。みんなも。いやあ、僕らも、はい、じゃあそうですね、このままじゃあ、はい、表彰式の方に移りたいと思いますので、じゃあ我らも移動。はい、いや前の方に出る前。
いやーすごいすごかったですね。そうですね、はい、最後の投げた瞬間本当にいやもうあ俺多分あ追いつけないなと思ったんです一瞬そしたら追いついたそのままタイムアップといやびっくりしました。最後飾るにふさわしい、はい、すみません逆でしたね私ですね、はい、では早速表彰式移りたいと思います。はい、で表彰式のプレゼンテーター森さん、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、ではこう総評して何かちょっと一言いただいても、ここでやるんですか。はい、そうですね、ここでここでやります。ちょっと一言いただきまして、はい、あこちらで、はい、いやもうプレゼンいやもうなんかすごかったなという、はい、感じなんですが、はい、あ俺向こうでやるって聞いてたんで、そうですね、向こうではないようなので、あ、まあ、こちらでこのままこちらで、はい、大丈夫です。はい、了解でございます。じゃあ症状はどこに、あ今ちょっと準備中で、あ準備中で、準備中でございます。はい、はい、けますかね。いきなり渡せと言われても何渡せばいいのか、そうですねとりあえずあの最後の試合を振り返りつつ、そうですね、もういやすごかったですよね。ね、本当に最後の最後までもつれ込みましたから、ね、本当10秒切った時はカルルの方が有利かなと、も逃げ切られるのかなって思ったら、逃げ切れるのかってところで、本当最後の最後までわからないなって思いましたね。いや熱かったですわ本当に。いや正直、いやあの時あちょっともう間に追いつかないかなと思ったんですよ。そうですね、このまま逃げ切れるのかなっていう、逃げ切っちゃうかなと思って、あのカルルまだゲージとかもありましたし、うん、なんであそこよく逆に誠諦めませんでしたよね本当に、うん、はい、なんか私ゲームの大会の決勝戦というか今までの大会で鳥肌立ったのって初めてかもしれない、はい、そこまで言いますか。いや鳥肌立ちませんでした、ゾワゾワっていうか、ちえちゃんとか涙ぐんじゃった、はい、本当にこぼれるかなと。いや泣くでしょう、だから君たち、すごい試合を見ると先に言っときますもうこちらではすでにあの撮影会が始まっているっていう、ごめんなさい、本当に入っちゃって、優勝者の撮影会が、はい、本大会ベスト4に残った8名ですね、はい、8名にはこちらの特別称号が、はい、お、はい、申請されます。それがこちらですね、ベスト4称号 BBBR2016 発決、こちらをお送りしたいと思います。8名の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。そして続きまして、準優勝のチームですね、ガムテープフレンズ、ガムテープフレンズのお二人にでは表彰状を森さんの方からお願いしてもよろしいでしょうか。じゃでは、そうですね、ガムテープフレンズ流星さんと小倉さん、はい、素晴らしい試合ありがとうございました。じゃあ流星さん、流星さん、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。負けた気持ちはよくわかります。準優勝おめでとうございます。そして、優勝チームですね、新宿スポーツランド本館、こちらのお二人にも、はい、では賞状の方を、新宿スポーツランド本館様、中尾様、おめでとうございます。松本さん、おめでとうございます。ありがとうございます。こちら松本さんでした。松本さん、松本さん、いや、すごいすごい試合でした。ありがとうございます。そしてですね、こちらまだ後で、はい、また後で、はい、また後で、はい、まだ後で、はい、はい、で、こちらが、こちら優勝チームには副賞で特別称号授与されます。それがこちら、総教の覇者、総教と読ませたいそうです。総教の覇者の称号を進呈させていただきたいと思います。おめでとうございます。そしてさらにさらに優勝チームのお二人には、まだございますね、東進祭2016ファイナル出場権、こちらをお送りしたいと思います。いや、確かにおめでとうございます。ちょっと喜びと驚きとそうですね、はい、カメラもなんかカメラに向かってじゃあちょっとピース的な感じで写真をはい、はい、以上ですかね。はい、
ではですね、最後にこの決勝戦を戦い抜いたプレイヤーの皆さんにもう一度皆さん温かい拍手をお願いいたします。以上、表彰式でした。さあ、お送りしてまいりましたタイトルプレゼンツブレイバーズリベル2016ブレイブルーセントラルフィクション最強タッグ決定戦、そろそろお別れのお時間でございます。ゲストのお二人いかがでございましたでしょうか。まあ、先ほども全部おっしゃってくれたかも知れませんけれども、はい、あのやっぱりゲームの大会ってその会場ならではの雰囲気があって、はい、あの毎回来るたびに自分ももっと楽しみたいな、本当にいいゲームだなって思って、今日もあのすごく楽しい時間を過ごさせていただきました。また等身祭とかいろんなゲーム大会ありますの です、ね、ぜひ皆さんこれからもブレイブルーを楽しんでいただければと思います。今日は本当にお疲れ様でした。コメント番長ありがとうございます。素晴らしいコメントありがとうございます。はい、あ、すみません、アークスマスの森です。まず、こちらの方 のブレイバーズリベルに、参加してくださった、プレイヤーの皆さん本当にありがとうございました。そうですね、2月からずっと始まってまして、すごい長い間の予選会を勝ち抜いて今回こちらの決勝の方まで来ていただいて、ね、でわざわざすごく遠くから来ていただいているという方もいらっしゃると思いますので、関西の方からで明日の方もなんか、ユーザーの方がイベントをなんか開いてくれるということなので、そちらの方も一緒に盛り上げていただければ嬉しいなと思うのと、あと、こちらの方の大会を、運営してくださったタイトルの皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それとなんか告知が告知をしていいと、そうですね、俺も森さんに告知をお願いしたいんですけども、はい、告知をお知らせをばじゃあ。はい、でブレイブルーの、PDF 出るかな、パワポポン。はい、お、出ますか。はい、はい、ブレイブルーの、こちらの今日の大会させていただいたセントラルフィクションの方が、今春秋、そう秋です、はい、たまに僕月をペラッと言う癖があるんで気をつけていますが、はい、ブレイブルーのセントラルフィクションの方が、秋の方に発売いたします。ね、プレイヤー のキャラクターの方は、今回あ家庭用として初めて、はい、こちらに出てる響き、はい、ナオト、はい、そして、ファンナイン・ザ・ファントム、俺ナインって言ってましたけど、はい、ナインと、あと帝であるイザナミ、はい、の方が、追加されると、ね、あとこの間先日発表されました番号、はい、S の方が、はい、参戦いたしますので、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。感じでございます。はい、もう一つ、はい、ありますか。あ、そうですね、はい、ソロに、家庭用を記念して多彩なコラボレーションを実施いたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、画面に出ております。言うことともう一つ、なんと、はい、こちらじゃん、あ、これですね。最後までこちらの宣伝も忘れない、はい、こちらの宣伝も忘れない。これはどこでどうすることができるんですか。いやー、これが驚いたことにですね、はい、そこのことぶき屋さんで今買います。え、ことぶき屋そこで買える。そこで、それはことぶき屋さんで、はい、あ、ことぶき屋さん、はい、びっくりした。はい、あ、ここじゃないですよ、はい、ちょっと出てちょっと曲がっていただいたところのことぶき屋さんで購入できるんですが、数量が相当限られてるらしいので、なるほど、終わった瞬間にパッと行ってパッと買っていただけると嬉しいなと思いますので、パッと行ってパッと買って、はい、よろしくお願いいたします。お知らせの方は以上でよろしいですかね。はい、お知らせお願いします。スペシャルゲストの森さん、上田香菜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとね、立川のオスローさんと、新宿のスポーツランドさんとあと日本橋アトラさんの方もよろしくお願いします。他にもいっぱいいろんなゲームセンターがありますので、そうですね、ゲームセンターのことを、どこ、ん、いや、ごめん、いっぱい、あ、いや、なに、あ、それセントラル、はい、サンドも入ります、いや、それは後で自分で CM するって言ったんで、はい、よろしくお願いします。宣伝、なに、え、ロチャさんの、ロチャさんも、すごい恐縮です、自分の店の宣伝をしたい。ありがとうございます。恐縮です、本当に、皆さん本当にありがとうございました。毎週月曜日ゲームセルプラザセントラル80点で、はい、ブレイブルーセントラルフィクションのお先対戦館という形でやらせていただいておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ正直あれですよね、こういう大会って店舗さんの協力がないとできないの で、ね、はい、皆さんね、1店舗、なんか僕が言うのもなんですが、1店舗だけじゃなくていろんなお店さんに足を運んでいただいて、いろんなお店さんの空気を感じていただいて、ね、いろんなところのフォームができて、なんかバチバチとぶつかり合う状況が増えると嬉しいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
僕は新宿西口にあるゲームスポット21に稀に現れます。よろしくお願いいたします。稀かよ。はい、そしてですね、会場の皆さんはもちろんニコ生をご覧になって、いただきました皆様も長時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上ですかね。お届けの方は、実況解説に勝ちたがり小沢さん、そしてロチャさんと、司会進行は松浦千恵さんと私市木光弘でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ご苦労様でした。ご苦労様でした。